ちは、Easy モデラーズルームへようこそ。今回はサニートラックをサーファーバージョンにアレンジしたいと思います。こんな感じに完成しました。ご興味ありましたら最後まで見ていただけると嬉しいです。早速作っていきましょう。ヘッドレストの裏は開口していますので蓋をして縦で埋めます。シートは少しレーシーな雰囲気にしたいので赤と白の2色にしました。ドアの内側のモールドはしっかりしています。旧車のエアコンもよくできています。上のインパネが後期のバージョンで下が前期のバージョンです。サーファー仕様のサニートラックはやはり丸いメーターです。ドアの内張りをレッドブラウン、インパネはグレーにしました。ボディの塗装は2本のラインを描きます。では10ミリのラインの描き方です。6ミリと10ミリのマスキングテープを使います。中央に6ミリのマスキングテープを貼ります。その両端に10ミリのマスキングテープを貼ります。残りをマスキングしていきます。ラインを描く部分のマスキングテープを剥がすと10ミリのラインができます。ボディは白に青のラインにしました。車内を塗装します。組み立てるとほとんど見えないのですが、ペダルやシフトノブが別パーツになっています。車内はダークイエローにしました。車内を汚していきます。まずグランドブラウンでウォッシングして、艶消しクリアでコートします。次にマルチブラックで墨入れして、タミヤのウェザリングマスターの A でドライブラッシュしました。シャーシの塗装です。シャーシはモノコック形成ですがかなりリアルです。エンジンも下半分だけですが、組み立てるととても精密感があります。エンジンはクロームシルバーで塗りますので、周りをマスキング用のゾルを使ってマスキングします。チャーシュはグレーにして、エンジン、ガソリンタンクはクロームシルバー、その他はブラックで塗装しました。グランドブラウンでウォッシングして、艶消しクリアでコート、その後にマルチブラックで墨入れしました。タミヤのウェザリングマスターの A から D でドライブラッシュしました。車内に置く小物を簡単ですが作っておきます。マルボロのタバコをプリントして、ペットボトルのお茶をコンソールに置いて、アメカジ関係の雑誌をシートの上に置きました。
車体の汚しです。砂浜が舞台となりますので、サンド系の色でウェザリングしました。車体は海風にさらされますので、サビをハルレッドで控えめに表現しました。ウェザリングマスターのサンドをそぎ落として砂の塊を表現しました。荷台の裏はマルチブラックとグランドブラウンでウォッシングしました。車体の汚しの前に窓枠を塗っておきます。窓枠はエナメルのフラットブラックで塗装です。ボディの汚しです。ボディの汚しも控えめにします。ステンブラウンとサンデーウォッシュ、タミヤのエナメル塗料、ハルレッドをメインにして、ウェザリングマスターの A と B でドライブラシして艶消しクリアでコートしました。筆塗りの難所、窓枠のシルバーの塗装です。軽くクリアでコートしていますので、エナメルのクロームシルバーで筆塗り、はみ出たらエナメルの薄め液で修正して塗りました。雨どいはマスキングしてクロームシルバーで塗装です。形が面白い端材がありましたので、ネックレスを作ってバックミラーに吊り下げました。いよいよ組み立てです。サスペンションのコイルを赤で塗りました。ホイールはサビサビにします。キットには鉄のホイールとアルミのホイールがありますが、ここは鉄のホイールを選びます。粗めの紙ヤスリで適当にテクスチャーをつけてクロームシルバーで塗装します。ハルレッドでサビを点付けして、クリアでコートしてグランドブラウンでウォッシングしました。サーフボードを乗せるキャリアを作ります。ここからは動画でご紹介します。サーフボードのキャリアは6ミリと3ミリのプラの棒で作ります。ヒートガンでプラの棒を直角に曲げます。寸法合わせして、足をヤスリで成形して、水平を見ます。熱でいびつになった部分をヤスリで磨きます。3ミリのプラの棒で支えのアームを作ります。0.5 ミリのピンバイスで穴を開けて、接着の補強に真鍮線を差し込んでアームを接着します。
0.3 ミリのプラ板で足の台座を作ります。エポキシパテで溶接跡をモールドしていきます。こんな感じにしました。オキサイドレッドで下地塗装して、ホワイトと艶消しブラックを塗り重ねて、乾いたら爪楊枝で削っていくとリアルにサビの表現ができます。こんな感じになりました。最後にグランドブラウンでウォッシングすると少し落ち着いた色になります。サーフボードキャリアに巻くスポンジを樹脂粘土で作ります。樹脂粘土は伸びが良くて弾力があってひび割れが起こりにくいです。また巻いたり接着は水を使うこともできます。餃子の皮のような感じです。スポンジが劣化したモールドを作っていきます。グレーを塗ってエナメルの艶消しブラックを塗ります。ドライブラシを使ってスポンジが潮風と紫外線の日焼けで劣化した感じにしていきます。こんな感じになりました。完成しました。完成品を見ていただけるととても嬉しいです。コメントもお待ちしております。これからもどんどん模型を作っていきます。また次の模型でお会いしましょう。最後まで見ていただきましてありがとうございます。